睡眠ポリグラフ検査とは、睡眠関連疾患の診断に用いられる、検査の一つである。週夜睡眠ポリグラフ検査、週夜睡眠ポリグラフィー検査とも言う。日本語で、睡眠ポリグラフなどと呼ばれることがあるのは、ポリソムのグラフィである。典型的には、睡眠時における脳波、呼吸、足の運動、顎の運動、眼球運動、心電図、 酸素飽和度、胸壁の運動、腹壁の運動などを記録するものであり、個々の検査記録は、ポリソムノグラムという。サームのマイナスは、睡眠を意味する。なお、ポリグラフは、脳波などの生理現象を計測、記録する装置を指す。医療機関によっては、必ずしも、上記の検査をすべて行うわけではない。入院記録における、 一晩の診断のための機器の使用補足、検査項目の中には、転換の診断に関するものもあるが、睡眠不足は、転換発作を誘発するなどの関係から本節に記載しておく。ナルコレプシーの診断、治療ガイドライン項目。2012年3月23日閲覧。ありがとうございます。